精一杯の言葉。
を過ごしたのさ。それをこらえる免疫力なんてこの先も不必要だ。今日のこの瞬間のためだけの涙だから、ありのままにそんな思いを表現できる人間でありたいね。僕は旅立つ、これまでの生きてるなんて思っていたけど今は生きれる。一人では生きられないってことをこの出会いが教えてくれてる。僕という骨が沈みそうだった時も力を貸してくれた。道に迷えば正しい方角めがけて押し出してくれた。たくさんの人たち手を振る笑顔で見送られ、さあ僕は旅立ち自ら舵取り大船原へ。彼の時が少しずつ少しずつ近づいてくる。さよならを告げる前に最後にあなたにこれだけは伝えたい想いを歌う。ここで僕は